はい、日本から来ました21歳のまさみんこと岩佐美咲です。はい、私はもともと AKB48 というアイドルグループにいたんですけれども、今年の3月から、演歌歌手一本で活動させてもらっております。そうですね、日本のカルチャーいいところをこうフランスの皆さんに知ってもらおうという、そういうイベントだと思ってます。いや、すごくこう、なんだろう、皆さんこう明るい顔っていうか、すごく楽しそうなこう表情なので、それを見ててすごく嬉しいですし、あの演歌素晴らしいよとか CD を持ってきてくれる方とかもいて、ネットで買ってくれてもうすごく嬉しいです。いや、もう今回オフィシャルで出させてもらうのが演歌歌手として初めてということだったんですけど、もう日本の文化といえばもう歴史ある演歌だと思ってますので、ぜひ、今回、第一歩目ということだったんですけども、ぜひまた演歌歌手としてゲストで出させてもらえたら嬉しいですので、ぜひ皆さん演歌を聴きましょう。